お、いいサイズ、いいサイズ。おはようございます。北爺でございます。今日もね、いつも行くね、野池に来てみました。ちょっと時間がね、もうかなり遅いんだけど、ブラックバス釣れるかな。ちょっとね、やっていきたいなと思います。いつも北爺の動画を見てくれて本当にありがとう。ナレーターの土浦かすみです。今回はいつもの野池でバス釣りね。遅い時間からスタートの北爺が使うリグは定番の猫リグ。これなら根こそぎブラックバスが釣れちゃうと思うけど、そう簡単に行くかしら。それでは頑張ってください。これ何本も今上げてるんでね、実績のある池なんで釣れるんじゃないかなと思うんですけどね。おお、トンボがすごい。あ、当たってる？違うか。当たってんじゃない？おう、またカットテール今度4インチに変えてみた。しかもグリパンカラーに変えた。同じ同調色だからどうかな。水と同じような色してんだけどな。釣れたら面白いけど。うん、今日当たんないね。キルコクも当たんないよ。あ、当たってる。当たってるよ。もぞもってる。ああ、ギルだな、今の。戻ってたのはギルだな。ギルバイトはある。いいと思うんだけどな。ダメ？ダメっすか？当たってる、当たってる。当たってるのはギル。ギルバイトのみか。ギルに当てられるとな、こんなになってしまうんですよ。すぐダメになっちゃう。ほぼ全部がギルバイト。何でもかんでもギルバイト。ちょっと今ヒットシーン撮れなかったけど、おつぱくだった。
お、いいサイズ、いいサイズ。おお、でっか、いいサイズだっぺよ、ほら。よいしょ。久しぶりにいいサイズ釣れたじゃん、ほら。一泊だったね。ほら、ほら。やべえ、はかり持ってきてね。45ぐらいありそうだな。43種ありそうだな。はかり持ってこなかったな。久しぶりのビッグバース。44、5ぐらいあるんだけどね。はかり持ってこなかった。おれ。なんだっけ。フリーリグで、落ちパク。いやー、でかいね。いい感じ。釣れたのはね、カットテール。カットテールね、こいつ。こいつで釣れた。いや、でかいだろう。いやー、はかりがねえからな。ちょっと待って。こっからエクスプライドの上。エクスプライドの上。エクスプライドの1センチ上。よし。さっきのバスエクスプライドの文字がここでここで、それより1センチぐらい1センチぐらい上だったから43センチぐらいかな、43センチぐらいで尻尾があれだから、まあ引いて42センチぐらい引いて41か2、そんなとこかな。まあ A サイズでした。はい、ありがとう。最後までお付き合いありがとうございました。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。